全部で1万円ぐらい。ね、安いよね。今回初めてのファミリーセールだったんですけど、まさかこんなに安く買えるとは思いませんでした。こんにちは、シエルです。先日私が大好きなアパレルブランドのファミリーセールに行ってきたので、今日はそちらで購入したお洋服を紹介していきたいと思います。今回そのファミリーセールというものに私初めて参加する形だったので、ちょっとドキドキしながら行ったんですけど、安いとは聞いていたんだけどびっくりするぐらい安かった。今日はそちらを一つずつ紹介していきたいと思います。このジェラピケの袋にモリモリっと入ってるんですけど、ちなみにもうすでに着てるこちらもファミリーセールで購入したものです。ではじゃあまず着てるのから紹介しようか。こちらはスナイデルのワンピースです。黒のワンピースですごい形が綺麗で、ね、ドレッシーな感じもするんですけど、冬はこの中にタートルネックのね、こう長袖を着て重ね着したいなと思って購入しました。なんかね、光沢感があって結構高級感が溢れてます。こちらは1万6000円が2000円で買いました。安く買えてラッキー。はい、ということでじゃんじゃん紹介していきます。そしてこちらもスナイデルのワンピースです。こちらは赤色のワンピース、生地がこんな感じのレースになっているので、インナーはねついてなかったので、私はこの中に黒い長めの薄いワンピースを重ね着して着ています。サイズもぴったりなの。ちょうどファミリーセール行く前にマジシャン用のクリスマス衣装欲しかったんですよ。で結構その赤とか緑とかワンピースあればいいなと思っててぴったりということで、今年のクリスマスはね結構これ着たんですよ。こちらのワンピースは2万3000円するところを2500円で買いました。基本私ね S サイズかな、セルフォードというブランドのシャツワンピで、ここにねベルトもついてます。こちらはすごいね形が綺麗なシャツワンピース、これもねもう数回着てるんですけど、袖がね七分丈ぐらいの長さです。そう、これもすごいサイズがぴったりでした。はい、でこちらのシャツワンピ2万1000円が2500円でした。はい、そしてこちらが鮮やかなロングスカートです。夏にいい感じですよね。ちょっと衣装でも着れそうなぐらいかなり華やかです。ミラオーエン、名前あってるか、すっごい色が鮮やかで、ここにね細めの紐がベルトみたいについています。はい、でこちらが8300円が1000円という激安です。そしてこちらが、レースのノースリーブのトップスですね。下になんかインナー着て着る感じの白の、さっき の, あのスカートに合わせてもいいかなと思って買いました。セルフォードのブランド でこちらが本来5000円するところが500円で売っていました。こちらもねちょっとさっきのと形に似てるんですが、トップスこれね値札がついていなくて、レジに行ったら500円ですって言われました。はい、なので多分、ね、おそらくね5000円以上はするともう7000円とかするんじゃないかな、スナイデルだと。はい、そしてこちらが黒のヒールです。はい、メーカーはここに書いてあります。シューズコーナーは3000円均一みたいな感じで書いてあって、そこで買いました。確かこれも本当はね1万5000円とかだったかな。ヒールの部分がキラキラで、足首のところにこのリボンを巻きつけて結んで履くタイプのヒールです。これも実はもうショーで履いちゃった、かわいい。その日に一緒に購入したコスメです。これはコスメキッチンで、ミニちゃんとのコラボのグロスですね。はい、これが一つ2000円のところが半額で1000円で買いました。それとあと、ベビー服を購入しました。はい、私あの赤ちゃんいないんで友達にあげたんですけど、ジャラピケの可愛いベビー服があって、8000円ぐらいがなんと1000円で買えるというね、めちゃくちゃ安かったです。ベビー服を入れてちょうど10点ですね。こんな感じでセール品をゲットしてきました。全部で1万円ぐらいね、安いよね。今回初めてのファミリーセールだったんですけど、まさかこんなに安く買えるとは思いませんでした。はい、ということで年末に、セール品をたくさんゲットできてよかったななんて思います。はい、で今回初めてファミリーセールというものに行ったんですけど、ものすごい人で、私の中のイメージがなんかアパレル業界のあの展示会みたいなイメージだったので、そんな感じをちょっと想像していたらバーゲンセールですね。もう本当にこうわさ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 って皆さんがこう気になったものも全部自分の袋に入れていくという、はい、なので結構私も初体験な感じで、まあ列とかも本当ねディズニーランドみたいな感じで並ぶぐらいでした。あとは試着して買うとかじゃなくて、もうとにかくもうわさわさ掴みまくってって感じだったんで、私もね、まあ、見た感じちょっと小さめのものだったりとか、まあ、形が綺麗なものとかをとにかく
パン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 取って袋に入れてっていう感じでした。で実際ね、家に帰ってきて着てみたら全部ぴったりで、すごい良かったななんて思います。ブランドもなんかコーナーにこう分かれてるんじゃなくて、あらゆるところにまジェラピケがあったりとか、スナイデルがあったりとか、もうばらけてたんですけど、ジェラピケが人気だったね。なんかパジャマとかのルームウェアだったりとか、あと何だろう、腹巻きみたいなやつとか、あと靴下とか、すごいふわふわもこもこです、可愛くって。でやっぱお客さんも集まらないようにすごい分散させて置いといてるんですよね、あれ多分。まあそりゃ私もさ、子供いないのにさ、ベビー服買っちゃうよねっていうぐらいさ、もう可愛いのもこもこしてて、でそれが1000円とかもう500円とかで、こりゃみんな買うよね。で私今回は自分の中で私服を探していたので、こうもう目線がそっちだったんですけど、まあ後から考えるとルームウェア買っとけばよかったかななんてちょっと後悔しつつもなんですけど、でもまあ今回すごいね、素敵な機会をもらえてよかったななんて思いました。はい、ということで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。